はい、皆さんこんにちは、ゆきです。さあ今日はですね、いつもと違ったものをねちょっと作っていきたいなと思います。それではやっていきましょう。はい、ということでですね、今日は、ちょっとね、いつもと違うものを作っていきたいと思います。で、今回作るのは、サムネ見てわかると思うんですけども、フクロウの、移動用のケージですね、これを作っていきたいなと思います。実はですね、今年の1月の末ぐらいに私ですね、フクロウのね、メンフクロウをね、ちょっと飼ってたんですよね。はい、ちょっと連れてきますね。はい、この子ですね。はい、この子をね、1月のね、22日にお迎えしたんですけども、まあ、なぜ移動用のケージが必要なのかと言いますと、この子ですね、まあ、爪とかですね、くちばしとか、こういったところを定期的にね、メンテナンスしてあげなきゃいけないですね。そういった時に、まあ、ペットショップとかね、まあ、獣医さんとかそういったところに連れて行くんですけど、やっぱ移動用のケージが必要になってくるんですね。まあ、基本的に、フクロウって、こういったリージュって言うんですけども、こういったもので、繋いで、まあ、カゴとかケージに入れるケースは意外と少ないんですけども、まあ、いわゆるこういった、こういったね、つなぐためのこういう台があるんですけども、それにつなぎっぱなしのことが多くて、基本的にはまあ、ケージに入っていることは少ないんですが、やっぱ移動用の時にはですね、いろんなものが刺激が強すぎてですね、びっくりしちゃうんで、そういった、あまり外の刺激がね、入らないように、そういったケージにね、入れて、移動させてあげるんですけども、その専用のケージをね、買うと結構高いんですよ。で、サイズ感とかもいろいろあるんで、やっぱりね、ちょっとその辺はですね、まあこの DIY チャンネルならではですね、そういったものを今回はね、作っていきたいなと思います。はい、だいぶ慣れてますね。結構ね、人懐っこい子なんですけども、こうやって、たまに毛作りなんかもしてくれるんですけどもね。さあ、そんなこの子のためにですね、今日はケージをね、作っていきたいなと思います。それではやっていきましょう。さあ、それではですね、初めにですね、このヒノキの棒ですね、ここにね、水をね、ついていきたいなと思います。いつものね、水を切り使っていきます。はい、オッケーですね。はい、すいません、ちょっと映像撮れてなかったんですけども、さっきついたここですね、この溝に対して90度の場所ですね、ここにもちょっと広めの溝をつきましたんで、これちょっと1本だけ作りましたんで、続いてはですね、これをね、カットしていきたいなと思います。さあ、それではね、カットしていきましょう。さあ、それではね、板切っていきます。はい、OK ですね。さあ、それではですね、パネル組んでいきたいと思います。はい、これで1個 OK ですね。さあ、反対側もですね。はい、これで OK ですね。とりあえず乾燥をね、これで待ちたいと思います。さ
さあ、乾きましたんで、続いてはですね、この横ですね、これを組んでいくんですけども、その前にちょっとね加工したいと思います。ここですね、ここをちょっと加工していきます。はい、1個 OK ですね。さあ、もう1個やっていきます。はい、こっち側も OK ですね。さあ、続いてはですね、ここを組んでいきたいなと思います。このこっちの部分ですね。はい、さあ、それではですね、裏板をね、切っていきたいと思います。はい、OK ですね。さあ、それではね、面取っていきます。はい、面取れましたんで、それではですね、早速組んでいきたいと思います。さあ、それではまず底板ですね。はい、これでね、こっち側組めましたんで、こっち側ね、こうやって畳めて置いていきたいと思います。で、一緒にですね、こっちも入れていきましょうか。はい、これで OK ですね。とりあえず固まるまでね、待ちたいと思います。それでは乾燥いたしました。これでね、およその枠の方が出来上がりましたね。さあ、それでは続いては、このね、屋根の部分をね、作っていきたいなと思います。さあ、それではね、屋根作っていきます。まずはね、ここちょっと飛び出てるんで、ここをね、カンナで削って、この面に合わせていきたいなと思います。はい、これで OK ですね。さあ、続いてはですね、ここにね、1本、もう1本、ここですね、木を足しておきたいと思います。はい、これで OK ですね。さあ、続いてはですね、屋根をね、張っていきたいなと思います。さあ、屋根はですね、この板をね、張っていきます。Thank you.
はい、これでですね、屋根の方がつきましたんで、ちょっと乾くまでね、待ちたいと思います。それでは、その間にですね、扉ですね、あとここの開口部の方ですね、この辺をね、ちょっと収めていきたいなと思います。はい、すみません、ちょっとね、映像撮れてなかったんですけども、溝をつきました、今ね。はい、これ扉の溝付きの木になりますんで、これでね、建具作っていきたいと思います。さあ、扉のね、枠を切っていきます。ちょっとね、さっきね、映像が撮れてなかったんですけども、一応これにもね、溝付きましたんで、これが扉のね、縁になりますんで、これをね、切っていきたいと思います。さあ、切っていきますね、中板。はい、切れました。長さが切れましたんで、あとね、幅を落としていきます。さあ、組んでいくんですけども、組む前にね、ちょっと面を取っておきますね。はい、ここです。はい、これで OK ですね。ではね、組んでいきます。はい、これで OK ですね。あとはね、固まるまでね、待ちたいなと思います。はい、扉の方がね、乾燥して固まりましたんで、面をね、取っていきたいなと思います。はい、これで OK ですね。さあ、続いてはですね、窓を作っていきたいなと思います。まずはね、これに穴を開けていきます。はい、これで窓 OK ですね。さあ、それではですね、すべての部材の方がね、作り終わりましたんで、続いてはね、塗装していきたいと思います。今回はね、新しい塗装を使っていきます。はい、こちらですね。はい、こちらの塗料を使っていきたいなと思います。ターナーミルクペイントってやつですね。はい、これを使って塗っていきます。
はい、これでね白色の方ね塗り終わりましたんで、とりあえずねこれでね乾燥をね待ちたいなと思います。さあ白の方がね乾きましたんで、続いてはね、別の色を入れていきたいと思います。入れていくのですね、はい、この青色ですね、これをね塗っていきます。はい、塗装の方が終わりましたんで、まだねちょっと乾燥しきってないので、もうちょっと乾燥待ちたいなと思います。はい、しばらく時間が経ちまして、ようやくです塗装の方が乾いてきましたんで、続いてはね組んでいこうかと思ったんですけども、ちょっとね扉の方ね、はい、これちょっと当ててみたんですけども、ちょっとねこれだけじゃなんとなく寂しいかなと思ったんで、はい、こっち側ですね、こっち側窓を作ってるんで、反対側のこの扉の方にもですね、窓をね作っていきたいなと思います。これでね窓がつきましたんで、早速ですね、これを本体にねつけていきたいなと思います。さあそれではですね、取っ手をね作っていきたいなと思います。さあそれではですね、この本体にですね、つけていきたいと思います。
はい、これで OK ですね。さあ、続いてはですね、中にね、アクリルの、ね、引き出しというか、底敷きですね、それをつけていきたいなと思います。で、今回ですね、アクリルのこの棒ですね、これを用意しましたんで、まずはこれをね、ここにつけたいなと思います。はい、これでね、乾いたらですね、ここ引き出しですね、ここに入れれるようになりますんでね、はい。で、続いてはですね、ようやく扉の方をね、つけていきたいなと思います。さあ、それではですね、扉をね、つけていきたいなと思います。まずはね、本体側に長板つけていきます。はい、これで長板は OK ですね。さあ、続いてはね、取っ手をつけていきます。はい、OK ですね。続いてはね、ここの戸当たりのね、マグネットをね、つけていきたいなと思います。さあ、ちょっとここにね、この板をね、貼り付けたいと思います。はい、これで OK ですね。さあ、続いてはマグネットですね、これをつけていきます。はい、これでね、マグネット OK ですね。あとは、受けですね。受けをつけていきます。さあ、最後にですね、このアクリルですね。アクリルの板に、はい、こちら人工芝貼っていきます。まあ、これはね、めくれるようにしたいんで、こちらですね、はい、マジックテープで留めておきたいと思います。さあ、両方にですね、マジックテープ貼れましたんで、これをここに貼って、はい、これで OK ですね。
あとはですね、これをこの中ですね、ここにしまい込んだら終わりですね。はい、これでですね、袋の移動用のケージですね、完成いたしました。はい、ということでですね、無事終わりました。ようやくですね、今ねこの箱にもねちょっと慣れてくれましたね。結構ね、大きいものを急に出すとびっくりしたりするんですけどもね、まあ今はさっきまでこの辺止まってたんですけども、気にならなくなってきたみたいで、はい、まあ中にはねなかなか入らないですけども、まあ様子見ながらですね慣らしていけたらなと思っております。はい、まあこういったところですね、これまあオフトップしたのは止まり木になるようにですね、しました。まあ取っ手にもなりますんでね、はい、で、中はこれですね、アクリルにしてあげて、引き出しが、これがですね引き出せるようにしてあります。でこの中のマットもね取れるようにしてありますんで、まあ汚れたら洗ってあげるということができますんで、まあその辺でメンテナンスもねだいぶ楽になるんじゃないかなと思います。まあいつもですね、まあ、家具やったりとかリフォームやったりとか、まあバイクが最近中心ですけども、こういったですねペットのですねケージなんかもね作れますんでね、はい、まあ今回ですねちょっとこういったテイストが変わりましたけども、またですね、こういった動画作っていきたいと思いますのでね、気になりましたらチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。はい、それではねまた次回お会いいたしましょう。それではまた。 Mm-hmm.